しないようにしなきゃ。神様、寝ぼけてたのかな。なんだ、今の。すみません、何か。これ、落としましたよ。魔石？昨日全部換金したはずなんだけど。すみません、ありがとうございます。冒険者の方ですよね。こんな早くからダンジョンへ行かれるんですか？ええ、まあ。ええ、大したものじゃありませんが。そんな悪いですよ、初対面の人にお弁当なんて。それにこれ、あなたの朝ごはんじゃ。気にしないでください。私の方はお店が始まったらまかないが出ますから。でもその代わり、今夜の夕食はぜひ当店で。約束ですよ。ダメですか？わかりました。ありがとうございます。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。
私をなめんな。しないようにしなきゃ。神様のために頑張ろう。なるんだ。包丁の女主人。冒険者さん、来てくれたんですね。はい。自己紹介がまだでしたね。私、シルフローバです。あんたがシルの知り合いかい？冒険者って割に可愛い顔してるね。ほっといてください。これが300バリス、飲み物が200バリス、所持金はドロップアイテムのおかげで4400あるけど、ファミリアのためにも高いはしておきたいから。足りないだろう、今日のおすすめだよ。いや、頼んでないですって。若いのに遠慮しなさんな。今日のおすすめ850バリス。どうです、楽しまれてます？圧倒されてます。ごめんなさい、私の今夜のお給金も期待できそうです。よかったですね。この店、いろんな人が来て面白いでしょ。たくさんの人がいるとたくさんの発見があって、私つい目を輝かせちゃうんです。知らない人と触れ合うのが趣味というか、心がうずくというか。結構すごいこと言うんですね。にゃー、ご予約の
来店にゃ。うちのお得意様なんです。彼らの主神ロキ様がここを痛く気に入られたみたいで。じゃあここに来れば。よっしゃー、アイズ、そろそろ例のあの話みんなに披露してやろうぜ。あの話、あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の一匹お前が五階層で始末したる。そんで俺、その時いたトマト野郎の、いかにも駆け出しのひょろくせえガキが逃げたミノタウロスに追い詰められてよ、そいつ合図が細切りにしたくっせえ牛の血を浴びて真っ赤なトマトみてえになっちまったんだよ。それでだぜ、そのトマト野郎叫びながらどっかに行っちまって、うちのお姫様助けた相手に逃げられてやんの。はははは、情けねえったらねえぜ。あの状況では仕方がなかったと思います。いい加減にしろベート。そもそも17階層でミノタウルスを逃がしたのは我々の不手際だ。恥を知れ。ああ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだい。おい、ベート、君酔ってるね。聞いてんだよアイズ、お前はもしもあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんなはずねえよな。自分より弱くて軟弱な雑魚野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならないお前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはね。ベルさん、何食い逃げ。アイズさん、ちゃんと見せて、大それたやっちゃだ。今のは、出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。する隙など与えません。
連投参ります。少しは強くなれたかな。油断しないようにしなきゃ。そこに立つことさえできないんだ。恥しをなめんな。ほらよ、ぶっ飛べ。やるしかない。少しは強くなれたかな。